逮捕されたのは、岐阜県北方町に住む自動車解体輸出会社のアルマムン・コンドカル容疑者46歳です。警察によりますと、ある容疑者は今年3月、和野内町の勤務先で差し押さえられそうになったミニバン1台を解体して強制執行を妨害した疑いが持たれています。このミニバンは、購入した人が去年11月からローンを支払わず、所有権が審判会社に移っていました。 ミニバンは解体後マレーシアに輸出されていました警察はある容疑者の認否を明らかにしていませんある容疑者の会社では同様の車およそ200台が解体されていて警察が実態解明を進める方針です